よろしくお願いします。週刊ウニュです。岩井まさか、YouTube からお送りしてます。岩井まさかです。そしてお相手は、はい、三好純一でございます。よろしくお願いしまします。で、今日は、そうですね、この週刊ウニュが始まる前から、実は三好さんと岩井がコラボしてたのが、動画がありまして、それの、まあ、振り返りっていうか、思い出語りみたいなことになりますか。それをやっていこうということになってます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。こちらですかね、まずね。はい。よいしょ。あ正方形をぐるぐる回すという。あ。ああ、これもやっぱり YouTube で見てほしいですね。やっぱりコマが飛びまあ、ます。カクカクしちゃうんですね。ええ、ズーム越しだと。ああ、これはつまり黄金の長方形の。そうですね。あ、なんか三好さんにに、説明してもらはいはい。こうね、真ん中の小さい正方形ありますけど、長さが112、358おう。と、フィボなナッるほど。チサイズの正方形がこう、ああ、そうでつなすがっね。てるんですね。有名なやつで、ウィキペディアにも書いてあります。はい黄はい。金の長方形。で、そうそう。だんだん黄金長方形に近づいていくんだけど、で、これを角がくっついてると思って、広げ方がいろいろあるねっていうので、岩井さんに動画にしてもらったやつですね。で、最は初い。はこれ、2本のチェーンにほどけていく感じああ、で、日本ね。次が3本で、はいはい。最後が、1本とあいうことで、まあ、ヒンジがどこにあると思うかで、ほどけ方が変わるという。あ。ああ、つなぎがね。ですあ、ね。中ちょっと微妙なところもあるんですよね。そうなんそうかそうね。そう。2回対どっ数かはいいが。んだけど、3回の時は、あれ ?3 回はいいのかな。1回は全然いいんですよね。一回はそうですよね。で、うん。もちろんそんな作り方ですよね。2回は、あ、いいの青かがな。ぐるぐる、3ちっちゃい青がぐるぐるってなんか回りますね。あら、なんあ、か2回の時?そうそう、なんか、微妙な動きを中心でやってるんですけど、まあ、そう、もごう大まきなか見さたれ目るでではしょっだいたていう。い、だいたい別に構わねえだろうっていう感じかな。かそっか、な。中心もう軸どれだが、ったかよく覚えてなくて、どそう。れが中心軸を変えてるかもしれないですよね。そうそう、だからヒンジでくっついてるのではない動きをしてるのが一箇所あるんですよね、多あ分るんでね。したっけ？なんか、え、微妙かに、な?うん。うにゅって、あ、どっかスライドしてる。あら、そう、わかんない。気づかないけどね。まあ、それを探すパズルと思ってもらってもいいかもしれない。そう、微妙な。そして、色の塗り分けが3色は、これはつまり、まあ、大きさ順に3色になってるんですよね。1、2、3、1、3。ああ、そうですね。まあ、大きさ順お、こ一。れまあ、なんか、再生回数は割と伸びた割感じと、の、万ぐらいのやつで。そうですね。再生回数24,800。ああ、そう、これはだいぶ多いですね。自分家の中じゃ。というやつです。ああ、楽しいです。はい。じゃ、これはい、は、そういうケース。ああ、そうですね。これは、とりあえずこれで、今日は、こはい。の回はおしまいということにしましょうか。すっきりと。そうですね。まあ、もしはい。かしたらシリーズ、またこういうのも、ああ、繰り返してね。前のやつ他にで。もできる。いや、そういうわけじゃなくて、あフィボはは。ナッチ正方形を解くみたいな、別のぐるぐるを解くシリーズももしかしたらやるああ、かもなしるれない。ほど。ああ、なるほど。わかりました。じゃあまたその時はよろしくということで、あ、それでは、チャンネル登録や、高評価や、あとコメントをよろしくということで。また、よろしくお願いします。よろしくお願いします。